はい、皆さんこんにちは、ロンガイです。今回ね、シンホルツのギミックが昨日発表されたということで、本題のねラーの重心化解について触れていこうかなと思います。で、結構知ってる方もいると思うんですけども、ラーのコネクトスキルがね、自身と属性が異なるキャラ1体以上っていうことでね、光属性以外を1体以上入れなければなりません。で、シンホルスのねギミックを見ていくと、まあ今までのね新超究極同様、光属性以外、まあ有利属性以外のキャラを使用注意っていう記載があるんですよね。おそらくね、敵がエレメントアタックを使ってくるよということですね。ただこのエレメントアタックっていうのは、だいたい今までの傾向上、初回で、開幕で、ステージの開幕でねやってくることが多かったので、シンクロとかねバリアで防げる面があったんですよね。なので結論から言ってしまえば、ラー3体に加えて、まあ、多属性のねシンクロとかバリア持ちのキャラを1体入れて攻略が可能なんじゃないかなと思いますね。本当に神キラーとかね、変な敵が出てこない限り、モロクとかね出てこない限り、まあ、ラーはかなり最適性レベルになるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱね、一番大きいのは属性効果超アップしていて、超バランス持ってるっていうことですね。まあ、この高ステータスに加えてカウンターキラーも持ってますし、ってことでね、バリアとシンクロ持ちの、まあ、キャラについてね、ちょっと触れていこうかなと思います。はい、っていうことでね、僕がピックアップしたのがルシファー重心化とシンジアトスですね。まず左のルシファー重心化の方から見ていきましょう。ルシファーに関しては大号令が一番大きい部分なんですが、パワースイッチっていうギミックが、その大号令動かした味方についてはね、スイッチが干渉しないため、ちょっと重力バリアの度合いによるんですけども、まあ、大号令がもしかしたらかなり使えるかなといった場面が出てくるかなというところですね。一方ね、右のシンジアトスの方を見ていきましょう。個人的にはね、やっぱルシファー重心化よりシンジアトスの方が使いやすいんじゃないかなと思います。まず一番大きい点が加速ですね。ここに関してやっぱギミックとかにもね左右されないで、置物としてねかなり優秀なので、まあ、加速持ちはかなり大きいかなと思います。続いてなんですけども、 1.8 倍の攻撃バフを付与できる SS を持っているんですけども、まあやっぱ先ほども言ったようにね、ルシファーと同じ重力バリアの度合いによってはね、味方に触れられない部分が出てきてしまう可能性があるので、まあ、ここはちょっとどうなのかな、回復同様ね、まあ、どうなのかなといった印象ですね。まあちょっとね、ラー自体が使える可能性があるのか分かんないんですけども、まあ一旦ね、ラーの相棒2体紹介させていただきました。ということで、シンホルツのラー考察でした。終わります。バイバイ。